大勢の依存っていうのを受け入れるっていうのは本当にラスボスなんですよね。梅雨は嫌いです。シンプルですね。質問です。父が年を取ってきてだんだん怒りっぽくなってきてます。年を取るにつれてできることとできないことが出てきてイライラするのは分かりますが、どう接すればいいのか悩んでいます。シンプルですね。お父さん、お父さんの勝手でですね、前できていたことができないとかね、あれ、何やったかな、わかるやろみたいなことをよく言ったりしますよね。最近の私とほとんど変わりませんが、お父さん、お父さんの都合で不機嫌になりますから、あなたがそれに共鳴してイライラしたり不機嫌になってはなりません。でね、親がですね、どんどんいろんなことができなくて、で、自立依存が逆転するんですね。親っていうのはあなたにとって子供時代いろいろ面倒を見てくれて、あなたは何もできない人。ところがどんどん年とともにこれが逆転して、お父さんお母さんが何もできなくなって、あなたが面倒を見なきゃいけない時なんですが、自立依存が逆転する時っていうのは男女関係でも対人関係でも一番喧嘩や揉め事が増えるんですよね。それはなぜかっていうと、依存の人はですね、いつまで経っても親に面倒を見てもらいたい。そのためにはしっかりとしてないと、そんなにダメになったら、誰が私のことを助けて面倒を見てくれんねよっていう話になっちゃうので、特に大勢の依存っていうのを受け入れるっていうのは本当にラスボスなんですよね。それはですね、梅雨が嫌いですというあなたの梅雨よりもっと大変なことだと思ってください。でもね、それが本当に上手にできたとしたら、本当にあなたは自立ができるし、大きな愛の人になれますから、ぜひともチャレンジしてくださいね。続きまして、寂しがり屋なうさぎさん。私は幼い頃から嫌いというよりも存在を消したいと思っている動物がいます。それはカエルです。ほほほほ。何か幼少期にカエル関連でトラウマを抱えた記憶はありませんが、鳴き声や見た目などこのように存在していること自身が嫌です。小学校から生物の教科書が配られたら真っ先に黒の巻きペンで塗りつぶしていたぐらい嫌いです。なぜ私はここまでカエルに対して恐怖や怒りを感じているのでしょうか。心理学的な要素からお聞きしたいです。でもあなたがこのカエルが嫌いだって言いながらですね、ガマガエルのと言われている、よく私はですね、こういう話をしましたね。本当は、順次はとある国の王子様なんだけれども、悪い、ミクっていう悪い魔法使いに、魔法をかけられて、こんなガマガエルのような姿にさせられたのっていうことを皆さんによく、言ってますけれども、うちの娘にも言って、それから長い間口を聞いてはもらえませんでしたけれども、まずね、カフカだったかな、「変身」という小説があって、ある朝私が起きたらムカデかケムシかになっていたと。訳によって私が読んだ時はムカデだったんですけど、ケムシにっていうふうに書いてある、そういうのがあるんですけれども、そういうものすごくグロテスクな気持ち悪さを感じるものっていうのがありますよね。で、ケムシやムカデが嫌いっていう人はですね、あとヘビもそのシンボルになるんですけれども、ケムシムカデは毛が生え始めた自分の性器をイメージする、つまり子供から大人になるその感覚が気持ち悪いというふうに感じる。で、これは感覚的なものっていうのは無意識的なことなんですけど、多分カエルが嫌いだっていう人はですね、ほとんどの人がぬめりの方を気持ち悪いっていうふうに感じるのですね。で、すごくですね、これはですね、性的になっていく自分に関する感覚というふうに言われております。例えばですね、女性の皆さんはですね、パパの
お風呂に一緒に入りた、一緒にというか、の後に入りたくないとか、パパのパンツと一緒に私のパンツ洗わないでよ、お母さんとか、パパの枕はおじちゃん臭いとか、もうパパキモいとか言いますよね。ところがですね、男性っていうのは、ママのパンツと一緒に洗わないでとか、ママキモいとか、ママくっちゃいとか、そういうことっていうのは言わないんですよね。じゃあ女性はなんでっていうふうに言うと、生理を女性が経験した時に汚い臭い気持ち悪いのこの3つの感覚を所有するというふうに言われてて、実はパパを拒絶するっていうのは自分のその部分、大人になった部分を隠したいからだというふうに言われるんですけど、多分あなたは変えるというものとですね、もう一つ大人になっていく自分の何かっていうのをここに投影しているというふうに思いますね。だからですね、あなたが本当に、一つの大人になったり、パートナーがちゃんとできるようになれば、だいぶ改善できるのではないかなというふうに思います。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると質問コーナー、毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう。彼はなんでああなんだろう。そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス 23,100 円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス 63,800 円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300 円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。